13時10分からは、あ、東京ゲゲゲだよ。おお、来た来た、好きなんだよね。え、アキラさ、アキラと、ま、マナヤさんも大好きなんでしょ。そう、うちは去年のその爆笑ヒットパレードのパフォーマンスを見て、やべえってなって、東京ね、今回来てくれることになって、ね、みんなに見てって言ったら、アキラがハマってくれました。ハマりました。アキラがハマったんだよね。そうそう、YouTube 見てたら、いや、なんかちょっと、ちょっとなんか気持ち悪い系って聞いてたんですけど、独特だよね。そうそうそう、ありがたいになって。でもやっぱりすごいかっこいいんですよ、うん、動きのキレが半端ない。そうだね。じゃあそこでね、ダンスの話題が出たところで、はい、次はね、東京ゲゲゲイダンスパフォーマンスライブの次は13時30分からダンスコンテスト決勝があるんです。決勝、もう多分みんなキレッキレだよ、決勝。いや、楽しみですね。それも風を切る。そう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 、風を切る。もう去年ね、ダンス今年見てないから分かんないんですけど、去年のダンスコンテストはね、本当にね、かっこよかったし、あのね、すごい、なんかその去年のダンスグループの時に女の人グループがいたんだけど、なんかね、こう、セクシーな、ダークセクシー、なんかなんて言えばいいの、あー、わかる。なんかこう、セクシーで、ちょっとでもダークな部分があって、で、メイクもね、ちゃんとこう、そうそうそう、しかもね、キッズダンサーとかもいたもん、違うグループに。へー、もうね、いろんなこう、老若男女でいけるんだよ。なるほど、楽しめるということで、はい、ぜひ見てください。じゃあ次はね、14時30分から、はい、カモメンタルお笑いライブ。来ました、カモメンタルお笑い。そうで、そこでね、ゲスト続きで、はい、14時50分から、はい、K-POP 大好きな人必見ですよ。おティーントップ。ティーントップ、ティーントップ。なんか、いいね、私さ、K-POP よくわからないんだけど、すげえ有名なんだよね。そう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 、俺も、ね、そう、ファンも多いから、多分ここら辺会場ぎっしりでいい感じの熱狂、大熱狂だと思う。なので席はお早めにと。席はお早めに、はい、席はお早めにとっておくといいかもしれません。じゃあ次ね、15時20分からはミス&ミスターコンテスト決勝ですよ。決勝、明日決まるということで、はい、もうね、今日の大会かい。そうですね、予選からもう素敵な人たちがいっぱい、みんな可愛かったよね。そうそうそう、あの中からそう、男の子はみんな爽やかだしね。そう、うん、女の子はみんなキュートだし、うん、わかる、めっちゃわかるよ。女の子キュートだよね。ね、女の子にはね、素直にときめいたけど、男はちょっとイケメンでちょっと嫉妬したわ。逆に、ね、俺もイケメンになりたい。イケメンは嫉妬あるよ。嫉妬しかない。あー、言い過ぎたら嫉妬9割かな。大丈夫、大丈夫、関根も、うん、はい、イケメンだよ。何それ、イケメンだよ。イケメン、イケメン、イケメン、イケメン。めっちゃイケメン。はいはいはい、次行きましょう、次。はい、次ね、あ、そうだ、言うの忘れてた。何何何、やっぱ何でもない。はい、どうした、何何何、ミス&ミスターコンテストには、なんとゲストも登